アメリカの233人の大富豪にインタビューしたという記事がありました。その中で彼らが決して無駄遣いしない5つのことが書かれていたんです。もちろん彼らはバックグラウンドも経験も異なるが、少なくとも年間総収入が16万ドル、日本円で約2300万円、純資産が320万ドル、約4億6000万円を持っている人たちです。インタビューに答えたほぼ全員が自分の富に貢献したのはあることにお金を浪費するのをやめたことだと言ったんです。一つ目が加工食品。健康を優先するため、彼らは低品質の加工食品を買うのをやめ、代わりに保存料の入っていないオーガニックや健康的な食品を選んでいる人が多かったんです。また、産地にこだわった商品を探し、質の高い野菜や肉で知られるファーマーズマーケットや食料品店を頻繁に利用しています。二つ目、安価な製品。彼らの多くは最新の流行ファッションや安価で質の悪い作りの家具にお金を落とすことを拒んだ。その代わり長持ちするように作られた品質の高いものに投資することを好む傾向にあるんです。低品質の衣服や家具に比べ2倍から3倍の値段がすることもしばしばあります。しかし長い目で見れば安物の製品を買い替え続けるよりも安く済むことを彼らは知っているんです。そのため大きな買い物をすることに抵抗はなかった。三つ目に彼らがお金を使わないのが家や車の修理。古くなった屋根、洗濯機、食器洗い機、冷蔵庫、暖房、車など大富豪の多くは高価な修理にお金を使うよりも完全に取り替えることにお金を使う方が好きです。その方が高くつくことも多いが修理したものよりも新しいものの方がはるかに長持ちする。四つ目がアウトドア用具。芝刈り、草むしり、造園、剪定など野外の仕事を楽しむ人もいたが、大多数は裕福になると野外の手入れは業者に依頼する人が多いです。古くなった道具の修理や交換にお金をかけることはなくなります。その代わり彼らが買ったのは時間でした。毎週あるいは毎月1時間から2時間の時間を割いて所有地の手入れをする必要がなくなったため、休息したりリラックスしたりレクリエーション活動をしたりする時間が増えたんです。最後に大富豪がお金を使わないのが宝くじ。大富豪の多くは富を築く過程でギャンブルを避けていたんです。彼らは金持ちになった後宝くじにお金を使うことを拒み、従業員、家族、友人にも同じように宝くじをやめるように勧める人が多いんです。どんな宝くじでも当たる可能性は低いので、彼らは宝くじを無駄遣いだと考えているんです。それよりも思い出に残る体験に資金を回した方がいいと彼らは考えているんです。この宝くじに関してアメリカではよくこのように言われます。宝くじは数学が苦手な人への税金。いろんな調査で明らかになっていますけれども、裕福な地域の人々は宝くじをあまり買わない、貧しい地域の人々は頻繁に宝くじを購入することが知られています。アメリカではほとんどの宝くじは貧しい地域で購入されているんです。例えば全米では収入が1万ドル未満の人々、彼らは宝くじに平均で597ドルを費やすそうです。これは彼らの収入の約 6% にもなるんです。経済的に困っている人の多くが宝くじがお金を貯める唯一の方法だと思っているんです。アメリカ人の5人に1人は宝くじが多額の貯蓄を築く唯一の方法だと考えているそうです。特に生活が苦しい局面で宝くじは買われます。大不況の間、アメリカでは半数以上の州で宝くじの売り上げが伸びたそうです。要するに宝くじは弱者を食い物にしているんです。さて話を戻すと、233人の大富豪にインタビューした結果、彼らが浪費することをやめたものは加工食品、安価な製品、家や車の修理、アウトドア用具、そして宝くじだったんです。